この列車は西脇市行きです。荷物とか刀とか保管しとん邪魔にならんようにな。絶対なるな。なんかそれいろいろ残念やでジンゴズが一番あげそうだ。口をもろもろなる。それを待ちながら発車します。閉まるドアにご注意ください。おばあさん久しぶりやね。西脇去年の夏か。いや、一昨年の春。うん、春高ミーティングかなんかとあのバッティングしてて、うまくわからないですけど、なんか途中でブッチしてとかやった。あれじゃないかな。最後の方向俺が、逃げたの。まあどっちにしても途中参加やったと思うよ。西脇市までの各駅に停まります。あれ最後ですね。そうか。なんだな、それ宅のうんちゃんに山3つ超えるよって言われて絶望した記憶がある。それ最後か。お入り口は一番前のドアです。お客様は早めに一番前のドアまでお進みください。どうしかけば車内の運転用で乗車券、切符、整理券と一緒に前の運転箱に乗せてひどい色あの路線やん。あの値段が多分そうやなんかそんなやつがクソ高いっていうイメージ取った。利用者少ないから値段がひどい。電流禁止、お前座る。で、そこ詰まってんの広がり、あの邪魔ならば。自分も座るんだ。
やったね。
西の親子丼って言ったら鮭とイクラなんだ。鮭とイクラであってほしい。これ親だけ欲しいんやけど。お金払う親子丼なので、かけないでください。それでいいよ。調理実習の時も、親と公認を開けて食べたんで、公安なのでいただいた。